はい、どうもこちら、おたるです。今日はですね、12月の、ベストバイということで、今月ですね、買ってよかったものを、紹介していきたいと思います。この後実はですね、年間ベストバイっていうね、まあ、今年1年ですね、年間を通しての買ってよかったものも、まとめていこうと思ってます。こちらの動画は12月31日ね、最終日に、公開したいと思いますが、今日はですね、今月買ってよかったものを紹介していきます。で、ほとんどがですね、まだ動画で一度も紹介したことがない製品となってますので、ぜひチェックしていただければと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目がですね、最近寒くないですかと。ということで、まあ、結構自宅の中で、まあ、作業していてもですね、この仕事スペースとかでも寒いんですよ。はい。なかなか今の家で寒くてですね、まあ、断熱性能とかがそこまで高くないなっていうところもあるので、まあ、その対策として一つ買ったものがあります。それがですね、こちらでございます。これ、未開封なんですけども、もうすでに1個、装着していて、自分のね、作業スペースの裏側に設置してあります。で、これは何なのかっていうと、暖房効果アップって書いてますが、冷気ストップパネルというものになります。使い方は本当に簡単で、ちょっとね、開けちゃいますね。こういうものになってます。で、これをですね、この折りたためるようになってるんですよ。なので、自宅の使う窓とかに合わせて、これを置きます。で、そうすることで、窓から入ってきて、家の中をね、寒くしてしまうような、まあ、冷気を、まあ、少しシャットアウトしてくれるっていうね、そういったものになってます。もう本当にシンプルで、これだけ、ただこうやってね、広げていって、まあ、窓際とかにね、置いていくっていう形のものになります。で、実際これ自分のね、今作業しているデスクの後ろですね、自分の背面にちょうど窓があって、そこから冷気が結構入ってくるので、背中が寒くなるんですよね。なのでこれを置いてあげると、結構でこれだけでも、この寒さがだいぶね、軽減されたなというふうに思います。こちらがですね、1192円で Amazon で購入しております。まあ、普段窓際にいることが多くて、で、結構冷気がね、入ってきて気になるなっていう方は、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、では続いてですね、紹介していくのが、ちょっと小物系のアイテムになるんですけども、こちらでございます。はい、これがですね、ママっていうところのハンガーモノクリップっていうね、アイテムになってます。で、これ何をするのかっていうと、まあ、こっち側が要はハンガーになっているということで、ちょっとしたね、服をかけているところだったりとか、まあ、いろんなところに引っ掛けることができます。で、反対側が実はこれクリップになってるので、まあ、すでに使っている例としてはこういったね、感じですね。帽子をこのクリップで挟んでかけとくみたいな、そういった使い方ができます。どうしてもね、結構いろんな帽子持ってるので、帽子をどう管理するかっていうところが結構難しかったりするんですけども、まあ、こんな感じで、気軽にどこにでもハンガーのようにこうかけることができるっていうところで、使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、先端がこのクリップになってるので、あとはもう挟むだけですね。なんでこれ、もちろんね、帽子以外のものとかも、引っ掛けたりとかね、挟んで、使うことができますので、まあ、非常に便利な、クリップなんじゃないかなと思います。こちらがですね、Amazon で6個セットで1100円という価格で購入しております。まあ、ちょっとしたね、収納アイテムって感じですね。では、続いて、紹介していくのが、こちらでございます。まあ、今回ですね、象印の加湿器をですね、買いました。象印の、4リットルの加湿器、ですね、こちらを購入しまして、少し前に、新居に入れたいね、家電っていうね、形で、ちょっと加湿器を検討してるっていうの話をしました。で、新居まだ引っ越してないんですけど、今住んでるこの家の段階で、やっぱりもう加湿がね、追いつかなくなってきてますので、買ってしまいました。はい、象印の加湿器。で、こちらの加湿器のね、特徴は、本当に象印の湯沸かしポットと同じような、形でですね、ポットの上から水をまず入れます。4リットル入れてあげて、閉める。で、あとは、電源をね、入れてあげると、お湯をまずね、湯沸かしポットと同じ要領で沸かします。で、その後、その熱くなったお湯の、まあ、湯煙みたいな感じでですね、室内を加湿していくっていうね、ものになります。なので、これのいいところとしては、まあ、熱湯をもとに、加湿しているので、菌が繁殖しなくてですね、お手入れが簡単っていうところです。結構加湿器ってお手入れがめんどくさかったり、で、そのめんどくさいお手入れをちょっとサボってるとですね、すぐ加湿器って、この菌が繁殖してね、臭くなっちゃうんですよね。まあ、そうなってくるとすごい気になるし、で、そこからお手入れするのも結構めんどくさいというところもあるんですけども、この象印の加湿器はお手入れがめちゃくちゃ楽、基本的にはポットの中をもう水でザッと洗うぐらいでも OK ということですね。しかもね、お湯を熱くして出してるので、まあ、菌も繁殖しにくいということです。で、あとは加湿力が高いです。まあ、結構ですね、これ置いとくだけで加湿力かなり強いので、まあ、室内とかもね、50% 前後ですね。そのぐらいをね、維持することができております。なので、まあ、加湿力は高いと思います。で、今回ね、これ、ホワ
イトとグレーが確かあるんですけども、今回グレーを購入したんですけども、グレーのカラーだったらまあデザイン的に、ね、そこまで悪くないかなと思いました。ホワイトはもちろん好みもあると思うんですけども、ちょっとね湯沸かしポット感がね強いなーっていう風に感じるんですけども、グレーはねそこそこおしゃれかなっていう風には思いました。で、難点ですね、ちょっとデメリットがいくつかあります。でまずはこれ加湿を始めるまでに時間かかります。確か35分だったかな。結構時間がかかるんですよ。で、さらに、その加湿する前の時に、このお湯を沸かす時の音が結構うるさいです。寝る直前に水入れて、ピッてボタンを押すとですね、その沸かしてる時の音が結構うるさいので、気になってなかなか寝つけないってことがありました。なので、寝る前につけるんだったら、寝る1時間前ぐらいからもう準備しておいて、つけておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。なので気になるところとしては、加湿するまでに時間が結構かかるっていうところと、音が結構うるさいっていうところです。で、音に関しては、パワーをですね、一番ね、最小にしてあげると、それでも加湿力十分あるんですけども、音はそこそこね、静かになるので、小さいぐらいのパワーで使ってあげるとちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そんな感じです。で、こちらが購入価格が 18,400 円ということになります。ちなみに YouTube の動画撮るときは、音が結構ノイズになっちゃうので、オフにしてます。なので、ちょっと動画撮る方は、ちょっとね、気になるかもしれません。はい、ではね、続いて紹介していくのが、今度小物になります。今月のベストバイ、こちらですね。はい、これスマートキーケースっていうこちらのケースになります。要はこの中に車の鍵とか家の鍵とかをですね入れる、ケースになってます。中をこう開けていくと、こんな感じで車のキーが入っていて、で落ちないように、ここにね、引っ掛けることができます。なのでこれでもうね固定して、使うことができる。ちなみにこういったスマートキーっていうのは基本的にもう閉まっておくというか、手元に持っておけば、車に近づいてすぐに使うことができるし、もしボタンを押したければ、ここから押すこともできるし、開けても使うことができる。基本的にはこのまま閉まっておけば OK です。で、あとね、もう一個、もう一段あるので、ここに、さらにね、これ、こちらにエアタグと、家のマンションの鍵ですね、がついてるということですね。なので2段の収納スペースがあります。で、さらにですね、もう一個、こちらですね、鍵つけてます。これもマンションの鍵ですね。っていう感じ。なので、基本的にストラップとして、この辺にね、装着することもできるし、中に、スマートキーとかを収納することができると。あと、エアタグとかもね、つけてあげることもできます。はい。で、普段は、この状態で、こちらですね。カラビナがついてるので、ここをですね、ズボンの、ベルトとかですね、ベルトを装着する、ところ、その辺にこう引っ掛けてあげて、使ってます。これつけていくと、この鍵がね、あんまりごちゃごちゃしないですし、あとはもう鍵同士がぶつかって傷ついちゃうとか、そういったのもね、回避できるんじゃないかなと思います。これ、買ってよかったです。こちらが楽天でですね、購入しまして、2000円で購入しております。はい、では続いてね、今月買ってよかったものですね。こちらでございます。はい、これゾフのメガネですね。で、今、つけてるメガネですね。実はもう戻ってきました。少し前、年末の悲劇っていうね、動画を上げまして、今装着してるメガネのレンズがですね、バキバキになってしまったっていう、ね、お話を上げました。ちょっとその理由とかはそちらの動画でね、お話ししてます。で、そのレンズをね、交換することになって、交換が無事完了して、戻ってきたっていう感じです。で、今つけてるメガネが、この49sっていう、ブランドのメガネになっていて、めちゃくちゃ気に入ってるメガネになっています。で、これ戻ってきたんですけども、出張行く時にちょうどこの今一番お気に入りのメガネがない状態だったので、どうしようということで、もう残りの日数が出張行くまで1日しかないっていう状況で、一番お気に入りのねメガネがなくなっちゃったんですよ。で、さらにこの使える状態のメガネがね、ちょっと癖の強いですね、こちらのピンクのメガネしかなかったので、これで出張行くのちょっとやだなぁと思ってたんですよね。なので、今つけてるメガネに、近いメガネをゾフで作って、それがこちらでございます。はい。はい。こちらです。こちらがですね、13,300円ぐらいだったかな。そのぐらいで購入したゾフのメガネになっております。で、今回のメガネは、とにかく最短で作れるっていうのが大事でした。自分の視力がめちゃくちゃ悪くて、0.1 以下で、なおかつ乱視が入ってるってことで、基本的にね、メガネを作って、即日作れた試しは一度もないんですよ。1週間とかはいつもかかっているっていうところで、どうしようと思っていたんですが、ゾフでね、一応確認したら、即日、なんと、メガネを作ることができました。レンズがあったんですよ。超悪いのに。ただ、このレンズは、薄型のレンズではなくて、ちょっとね、厚みがあるレンズになってます。はい。ちょっと厚いんですよ。ただ、それでもですね、そんなに使っていて気になることはないかなと思いまして。特にコーティングとかブルーライトとかも何も入っていない、レンズですね。ちょっと厚めのレンズではあるんですけども、
作ることができて、全然違和感なくですね、装着することができました。ちょっと変えてみましょうか。はい、でこちらがですね、ゾフのメガネということになります。まあ、結構価格差はあるんですけども、一応サブとしてね、まあ違和感があまりないメガネをこう持っとくと、やっぱり、ね、安心感すごい強いなと思いました。で、あとは急いでる時にも、この即日ですね、ほんと1時間ぐらいでこのメガネ作れたので、めちゃくちゃ助かりました。今回ゾフでね、初めてメガネ作ったんですけども、サービスとかもすごくね、良かったなと思っております。ちょっとサブのメガネ持ってないなとかですね、もう即日メガネないと困るっていう状況とかで、ゾフ行ってみるとね、結構ね、メガネすぐ作れたりするので、いいんじゃないかなと思います。すごいね、今回初めて使ってみて、めっちゃ勉強になりました。はい、じゃあちょっとね、お気に入りのメガネの方に戻しました。ではですね、今月12月買ってよかったものを次紹介していくのが、こちらです。はい。こちらがですね、ボッシュっていうメーカーの、コードレス洗浄機の、フォンタスっていうね、ものになります。コードレスで使える、まあ、高圧洗浄機みたいな、ものですね。なので、まあ、ケルヒャーみたいな、そういうものかと思います。で、これね、実際に使ってみたんですけども、これなんでこれ買ったのかっていうと、まあ、北海道の冬って基本的に、庭とかの、散水栓っていうね、水が出るところを閉じるんですよ。凍結しちゃうんで。で、そうすると、庭から水を引っ張ってきて、今ね、いつも車を自宅の庭の、駐車場の方で洗ったりとかしていたんですが、それができなくなるんですよ。で、そうした時に車じゃなかなかね洗えないということで、コードレスで、でなおかつこの本体に水をね入れて、使えるこういった、まあ、洗浄機があれば、冬の北海道でも、まあ、車ちょっとどうしても洗いたいなって時に、気軽にね、自宅で洗えるんじゃないかということで、これを買ってみました。で、実際使ってみて、しっかりとですね、洗うことができました。で、今回のこの洗浄機のポイントはですね、まず、バッテリー式なんですよ。なので、バッテリーをあらかじめ充電しておけば、まあ、電源取らずに使える。で、大体バッテリーの持ちに関しては、一回車を、まあ、全部この洗ったら、ちょうどね、まあ、大体なくなるかなっていうぐらいのバッテリーになってます。なので、車2台洗車するのはちょっと厳しいかもしれないなっていうぐらいの、まあ、バッテリー持ちです。なのでまあ車1台をねしっかり丁寧に洗うぐらいのバッテリーは十分あるということですね。で、あとは水に関してはこれ15リットル入ります。で、これに関しても、車を1回、洗うのが、まあ、限界ぐらいかなっていうことですね。なので、まあ、2台洗うのはちょっとね、1回では無理かなっていうところになります。はい。で、あとね、噴射のモードとか、水圧とかもですね、調整することができます。すっごい細い線のような水を出してですね、まあ、部分的に洗っていったりとかもできますし、まあ、霧吹きみたいな感じで使っていくこともできる。で、さらにこの噴射のパワーとかも、選ぶことができます。3段階の水圧があるっていうところですね。結構パワーあるので、汚れている車とかも、十分綺麗にするだけのパワーがあります。で、まあね、使ってみて気になるところとしては、やっぱり15リットルっていうね、水の容量のね、限界があるので、水の残りの容量とかを気にせず、まあ普通のね、散水栓から引っ張るホースで洗うよりは、やっぱりちょっとね、水を節約しながら使うっていう感覚はちょっとありました。やっぱりね、普通にこの庭の散水栓とかから引っ張ってきて車洗った方がね、綺麗にはなると思うんですけども、まあ、それが使えない状況とかで、洗ったりとか、まあ、散水栓からちょっとホースが届かない場所で、まあ車とか、あと自転車とかですね、そういったものを洗うっていう時も使えるんじゃないかなと思います。これねすごい買ってよかったです。はい、はい、ということでね、12月買ってよかったものの、ラスト第1位がですね、こちらです。こちらがですね 3DO FS Pro 2っていうね、耳の、形のマイクですね。 ASMR マイクと Apollo Twin X っていうですね、オーディオインターフェースになっております。このセットを、今月購入しまして、まあ、動画にね、導入すでにしております。で、これですね、一本動画作ったので、何ができるのかは、詳しくそちらで解説してます。まあ、簡単に言うと、イヤホンの音をですね、実際にこの自分が聞いているのに、まあ、ちょっと近いような感覚で収録ができるっていう機材です。なので、これを使ってあげると、まあ、イヤホンのレビューとかをするときに、このイヤホンはどういった音がするんだよっていうのを、まあ、バーチャルで体験できるっていう、そういった、機材のセットになります。まあ、一応それが目的の機材じゃないんですけども、この組み合わせで使うと一応ねそういった収録がまあできるということですね。めちゃくちゃ高くて、まあ、合計金額で言うと50万円を超えるぐらいの出費になったんですけども、まあ、これを導入したことによってこのイヤホンレビューするときに、まあ、もちろん自分の言葉でもイヤホンのね感想は語るんですけども、まあ、それプラス、まあ、実際どういう感じで聞こえるんだよっていう体験も、まあ、動画内でできるようになったので、まあ、これまでよりもさらにプラスアルファでちょっとね分かりやすい動画にはなったんじゃないかなっていうふうに思います。で、一応これを使ってですね、年間の完全ワイヤレスイヤホンのランキングも、実はもう完成しましたので、それね、もうすぐ公開しますのでお楽しみにしていただければと思います。はい、
ということで、今日はこんな感じでね、12月の買ってよかったものベストバイということで紹介してみました。もう12月もね、残すところもう残りわずかということになりましたが、残りですね数日ですけども、12月ね最後まで、投稿を続けますので、引き続きね見ていただければと思います。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。